本当だよ。それもいけないわけだ。そうですよ。長くやりたいんですね。長くやるね。長くやるためには頑張ろう。はい。はい、じゃあ何？何？では僕からはい、はい、はい、どうぞ。まずですね、うん、高山さん、はい、コナンを演じるにあたって、はい、心がけていることとかってありますかね。心がけていること。心がけていること。心がけていることっていうのは、はい、うん、いやー別にないんだけど。もうねこれだけになってくるとね。だって普通なんだもん。うんうん、なるほど、うん。もうそれぐらい日常に。日常ですよ。日常って、だから年間スケジュール自体がコナンで決まっていくっていうぐらいだから、ね、うん、1年がコナンで回っちゃってる。これだけ続けられてるとね。そうですね。うん、これはもうじゃあ、特にこうやる云々じゃなくて、うん、もうこれがルーティンっていうか、もうこれが生活。もうそ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 う。普段の生活の中にもう江戸川コナンがいるから。うん、入ってる。うん。なるほどね。それは質問振るとこ間違えたね。それに聞くべきだったんだよ。そうですよね。みんなは15周年とかでこう、15年積み重ねてくれた、ね。俺にとっては多分やっと1年アニバーサリーみたいな。そんな感じだよね。工藤新一アニバーサリーみたいな。工藤新一的にはどうなの？工藤新一と怪盗キッドと一緒に出てきちゃったりするじゃない？ねえ。あれでも、帰って、一緒に出てきて、最初の頃こう一緒に出てきたらどうしようと思ってたけど、うんうん、一緒に出てきてくれることによって、結構差別化が図れたっていうか。そうか、そうか。うん、それはわかるね。一人ずつ出てくると、あれ、新一と。なんかこう、やっぱどうしても同じになっちゃうけど、両方が出てきてくれると、うん、じゃあ、さてどうやってこう、これを分けていこうかっていう時にこう、自然と、うんうんうん、だから、びっくりしたのが、やっぱり、新一を最初やった時に、うん、新一ってすごい自分の中で一番こう、キザマックス。はいはいはい。だったのがこう、キッド出てきた時に、こう、マックス振り切っちゃったみたいな、ものがあるけれども、うんうん、やっぱり、新一ってクールな、イメージでずっと自分が作ってたんですけど、うんうんうん、でも最近やっぱり、キッドと相対するようになってからの新一の作り方って、新一って、すごく熱いよなっていう。熱い熱い。すごい熱い。うん、だからすごく今はどっちかというと、新一ってものすごくなんか、ちょっと熱血入ってきたっていうか、だから、なんかこう逆にキッドが出てくることによって、それにこう気づかせてもらったっていうかね。うん、特にそのコナンに出てくるキッドって、クールじゃない、うん、完全にちゃんと。うん、ね、そこがやっぱ違うよね。そうそうそう。なんかコナン君に対してのこう、やっぱりこう、ライバル的なポジションとしてやっぱり崩さないようにっていう。うん、でもだいぶ、そっちにもね、ね見えないところですごい。カイトのこう顔が出てきだしてるけどもね。そうそうそう。うん、見えないところですごい砕け散ってるんだけどね。